私大阪の市内に生まれたんですけども、17ぐらいの時にブルースを聴いて、高校の時にブルースを聴いて、それ以来バンドをやってずっと今までやってきました。その時に、大学入ってからかそのバンドを組んでハローヤングという番組に出てグランプリ取って、でレコード会社から話が来てでレコードを出るようになって、その時にやったのが大阪弁のブルースでした。で3年のリズムが大阪弁に合うからって作ったんですけれども、その曲、その時の曲をちょっと久しぶりに2曲ほどやってみたいと思います。ほんま久しぶりやから、ね、自分でもなんか緊張するな。
青山。